試合はラウンドごとに空手ルール、キックルールを交互に採用。4ラウンド終了時に決着がつかない場合は全て引き分けとなる。そうですね、やっぱりモーリス・スミス、一応世界最強と言われているキックボクサーだけに、自分も今回は、倒すか倒されるかのこのどちらかになると思います。とにかくもう全力を、尽くして、とにかく四角いリング上に唯一サバイバル合戦残りたいと思います。はい、オープン。佐竹正明26歳、Seidokaikanより参加。87年Seidokaikan全日本選手権大会に初優勝、以後3連覇を達成。また90年 WKA US クルーザー級チャンピオンドン・中谷ニールセンを1ラウンド KO、 92年には空手ジャパンオープン優勝。リングスマットにてオランダの柔道王フレッド・オーストロンを KO するなど、今格闘技界で最も注目を集める男である。モーリス・スミス31歳、 WKA 世界ヘビー級チャンピオン。13歳よりテコンドーを始め、21歳の時にキックボクサーとしてデビュー。86年に WKA 世界ヘビー級チャンピオンとなる。現在まで8年間無敗の記録を持ち、 WKA 史上最強のチャンピオンと言われる。左膝だ。
ぞ。Don't stop, please. Under the pressure.
初めてのダウン、信じられない光景。しかしあえてこのマッチメイクを選んだ石井館長、そしてあれだけのダメージを受けながら立ち上がった佐竹。だからこそ格闘技界は変わる。だからこそ佐竹はもっと強くなる。我々は信じられないステージで信じられないシーンを見た時代の証人となる。でもやっぱり世界最強のねヘビー級チャンピオンとやって大変勉強になりました、まあね、やらんと脳がきばかり取れるよりもそういうチャレンジしてやろうか、自分にとってはものすごいいい勉強になりました。ありがとうございました。